中学旅行の夜中学の修学旅行で京都に行った時の話です二泊三日で一日目は奈良の東大寺とかを見て回りその足で京都の旅館へその夜最初は盛り上がって遊んだりしていたんですが チラホラと眠りに落ちる人が出始めた頃、自分も睡魔に負けて適当な布団に入り込んで寝ていました。が、突然肩を揺さぶられて起こされました。寝坊したのかと思ったら、あたりはまだ暗い。でも友達は二人起きていて、自分が事情を聞くと、 仰向けの体勢のまま何かを激しく拝むようにしていた。やばいと思ったから起こした。というようなことを言われました。これって心霊現象じゃねえのと言われても自分には全く記憶になく、結局変な寝相。 という扱いに落ち着きました。そうして翌日、自由行動を終えて、修学旅行最後の夜になりました。疲れて眠ってる人が多かったんですが、最後の夜だし、起きてようよ、と言って、自分は遅くまで友達とトランプをしていました。 すると、寝ている一人が、う,う,う,うとか、う,う,う,うとか言い始めました。昨夜、自分を起こしてくれた友達の一人でした。もう一人は、一緒にトランプをしている。 寝言言ってるよ。とか思っていたんですが、パッと手を叩く音が聞こえてきました。見ると仰向けで手を合わせたまま、<laughs> と低い声でうなり、 トランス状態の気通しみたいに激しく手を揺さぶり始めました。おい、なんだよあれ、やばくねえかみたいなことを言っていると、いやいや、昨日お前も同じことやってたよ。というようなことを言われ、起きてる人全員でその友達を起こしました。 そして、その子もやっぱり、記憶にない、と言っていました。そのまま朝まで、こえ、こえ、と言っていたんですが、結局、何だったのかわからず、あれから10年ほど経ちましたが、怖い話にありがちな、身内の不幸とか、大幅に体調を崩す、 なんてこともありません後部座席 中学の修学旅行の時の話です観光地は京都と奈良で往路は新幹線袋はバスでしたその帰りのバス内での話なんですがフィルムが余ったため車内で写真を撮りまくってフィルムを使い切ろうと思い後部座席の方にカメラを向けファインダーを覗きました 違和感の正体は一瞬でわかりましたバスの後部の窓ガラスの外側にパンパンに膨れ上がった人の顔があったんです凝視できなかったため性別はわからなかったんですが顔の大きさは普通の人間の倍以上はあったと思います 僕はとっさにカメラを下ろし、肉眼で確認しようとしたんですが、もうそこには顔はありませんでした。すぐに横の席の同級生にこのことを話したんですが、信じてくれません。せめてあのまま目を離さずシャッターをしていれば、クラスのヒーローだったのにな。 などと思いながら、帰路につきました。旅の疲れもあって、部屋に着くなり、ベッドに横になり、いつの間にか寝てしまっていたようです。その、夜に見た夢なんですが、出てきたんです。あの、でかい顔が、 大きな川のようなところで溺れてる私を上から覗いてニタニタと笑ってるんです。夢の中だと自分でも気づいてるんですけど、すんごい苦しくて、泣きながら、ごめんなさい、ごめんなさい、と必死に謝り続けていました。 気がつけば夢から覚めていて悪夢にうなされたためか体がものすごくだるかったのを覚えていますその後は特にこれといって怖い体験はしませんでした一つのことを除いてはクラスメートの何人かが夏休みに カー遊びに行ったらしいんですが、そのうちの二人が水の事故で亡くなりました。よくよく思い出してみると、その二人はバスの後部座席に座っていたのです。私の想像なのですが、あの顔は土左衛門の顔だったのでしょう。 隣の部屋塾の先生から聞いた話中学校の修学旅行の時同室に早く寝たい人がいて夜中に騒ぐと切れるから仕方なく皆で寝ることにしたそれで暑苦しくて眠れなくて 自分一人で起きていたんだ。すると廊下から足音が聞こえてきたんだけど、見回りの先生だと思って気にしないでいたら、隣の部屋からテレビの音が聞こえて、上からは足音かなんかがどんどん聞こえてくる。さすがに先生に言おうと思って、ドアを開けて廊下を覗いたら、 隣の部屋のドアの前になんかものすごい光が人の形に集まっていて、それがこっちに振り向いた瞬間、それの髪の毛がものすごい勢いでブワーッと伸びた。慌ててドア閉めて布団に入ったんだけど、その日は寝れなかった。 あとから、隣の部屋のやつに、いつまでテレビ見てたのって聞いたんだけど、すぐ寝た。って言われたらしい。そしてそのホテルの自分が泊まった階の部屋の写真は、全部何かが映り込んでいたとか。卒業アルバムにも載っていたそうな。 そのホテルは泊まった後すぐ潰れたけど、東屋湖の近くのホテル。名前も聞いたんだけど忘れてしまった。とまあ、そんな話を聞いたんだけど、その人の性格から考えて、多分本当の話だろうな。 友人の正体小学生の頃クラスに W さんという女子がいた彼女は先天的な病で体がただれていて声もうまく発声できなかったおとなしい子でいつも本を読んでいた 男子の友人はいなかったが、女子の友人は不思議と多いようだった。修学旅行で旅館に泊まった時、友人が、はい、あ、女子の部屋に遊びに行こうぜ、と言い出した。俺も同意して、どうせだから、こっそり行って驚かせてやろう。 ということに。そして、クラスで一番人気のあった女子のいる部屋に行くことになった。どのように鍵を開けたかは忘れたが、こっそりとドアを開けると、そこには恐ろしい光景が。体育座りで座り込む W さんを、 縁になって囲むように、クラスの女子全員が立っていた。そして、W さんに対して、豚、やけど野郎、などと罵声を浴びせていた。さらに、クラスで最も可愛かった子が、じゃあ、カツラ外しまーす。と、 笑いながら言って W さんの頭に手を伸ばした。次の瞬間、W さんの髪の毛が全部その女の手にあった。W さんは頭皮も病気で髪の毛が生えないためカツラをしていたのだ。男子は 誰もそれを知らなかった。ショックで何が何だかわからない俺の前で、女子は W さんを蹴飛ばしたり、カツラをライターで炙ったり。W さんはかすれた声でうめく。助けを呼びたくても呼べないのだ。 俺と友人は無性に怖くなって見つからないように逃げた。次の日、W さんもクラスの女子も何事もなかったかのように京都を観光していた。それが一番怖かった。 それから時が経って同窓会が開かれた。その時には W さんはすでに亡くなっていた。俺は思い切って女たちに修学旅行でのことを聞いてみた。すると、例の一番可愛かった女の子が。<laughs> いやさ、あんなの別に死んだっていいじゃん。 と言った。「趣旨がちょっと違うかもしれないがこれが俺の経験した最も怖い話です」。 集合写真私の両親はどっちも小学校の先生をしてるんですがうちの母の学校の話母の持っていた学年ではないんですがそこの学校の修学旅行は夏休み前に行くんです確か日光だったかな そして無事修学旅行を終え、夏休みを迎えました。しかし、その学年の子で男の子が一人、夏休み中に事故で亡くなったそうです。夏休みが明けて、その修学旅行の集合写真が現像されて、亡くなった男の子の最後の集合写真になったそうなんですけど、 その集合写真は背景を滝にして撮られたものでした。そしてその写真は滝がまっすぐにその男の子に伸びてるんです。そこの滝は結構飛び降り自殺をする人も多いみたいで、よく滝のあるところで写真を撮って頭に滝が落ちてると、 よくない、と聞きますが。うちの母は、まあ、偶然かもしれないけどね、と半信半疑でした。他のクラスの集合写真は、誰の頭に落ちるでもなく、普通に撮れていたそうです。 どうもみなさん、こんばんは、ごま団子です、えー。今回は修学旅行に関する怖いお話を、えー、5つ読ませていただきました。いやー、あのー、ねー、W さんのお話、まあ、いじめにあっていたこのお話ですけども、すんごい、なんだろう、胸に来ましたね。うーん まあ、本当に良くないよね、いじめっちゅうのはね。うーん、まあ、なんとも言えん気持ちになるよな、本当に。これ、この話の怖いところってさ、なんか、まあ、子供時代にもそんなことやっちゃいけないんだけど、でもまあ、なんちゅうの、まあ、若気の至りというかね。それでまあ、まあ、子供の頃には随分ひどいことしちゃったなって、 まあ思ったりとかするのかなと思いきや、その同窓会で会った時に、いやあんな奴いなくていいでしょうみたいな感じで、まあ、悪びれてないっていう様子がね、なんかすごいやっぱ人間の闇っていうかねう、いうのを感じましたね、読ませていただいてて。まあ今回読ませていただいたお話の中で、まあ唯一一コアのお話だったのかなと思うんですけど、 うんまあやっぱ人間もやっぱ怖いよね。本当にね。まあ特にこういったその人コア関係のお話って本当にエグい話が多いですね。うんもう信じらんないからね。本当にいじめとかやる人って。うんもうね、犯罪だと思いますよ。もういじめなんちゅうのは。うんまあ、もっと厳しく罰してっていいんじゃないってやっぱ思いますけどね。その子のね、 その成長過程の、特に小中高とかね、成長過程のその子供たちが、のその人生をこの左右することだと思うし、うん、まあ大人になってからのいじめも良くないと思いますけど、うん、でもまだその自我が形成されてない状態でそういうことを受けるとやっぱりいろいろになってくると思うから、よりこの重罪だと思いますね、僕はね。って。 思いました。ちょっとヒートアップしちゃいましたけども。うん、やっぱね、許されちゃダメよ。本当に。そういうのって。W さんがどういう気持ちでやっぱり毎日過ごしてたのかとか、まあ親御さんがどういう気持ちで毎日、ね、学校に、あの、送っていたのかとか、えー、ね、どういう気持ちで、あの、毎日帰ってくる、その我が子を見ていたのかとかね。そういう気持ち考えるともう本当にもう胸がいっぱいだよ。 で、楽しんでおいでって言って、送った修学旅行でもそんなことされてんでしょもう本当に良くないよ。で、願うくばこの筆者さんもね、その逃げただけじゃなくて、まあ影、陰、う、で、ん、その女子たちに言うのが怖かったら、もう陰でその先生に言うとかね。うーん、なんかもうちょっとなんかこう対処の仕方があったんじゃないかなってやっぱ思いますけどね。うーん。 うん、まあね、これ以上語ったら長くなっちゃうので <laughs>、こんぐらいで終わらせてくますけども。ん、なんかやっぱり納得できないことはやっぱ納得できんからね。えー、って思いました。はい。ということで、えー、今回のどのお話も、えー、本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。 はい、えー、そんなわけで今回もここまで動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございました、えー、この動画が少しでもいいと思った方は評価そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますいつも本当にありがとうございますそして、えー、動画の概要欄には今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、えー、そして、えー、皆様からの体験談も募集しております宛先は動画概要欄の、えー、お話募集フォームから えー、そちらも、えー、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。概要欄に記載してあります。えー、そして、僕の LINE、えー、TikTok、インスタ、Twitter、スレッズスタンド s s t a の URL、す、え、べ、ー、て、えー、動画の概要欄に記載してありますので、よければぜひチェックしてみてください。はい。えー、では、また次のお話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。